大丈夫か、ナオミ。うん、もう平気。お母さんにも心配かけっぱなしでいられないもんね。元気出してこうな。ありがとう。心配しないで。行かないで、消えないでよ。私の中にいて。
痛い！お母さん、目が痛いの！薬！薬を打てっていつも言ってんだろが！何度言えばわかんだよ。お母さん、違うの！痛い痛い痛い！目が！世話ばっかり泣かせやがって、あんたはいつもいつも！そんな、これ夢じゃないの？現実。
岸沼くん。なんだその荷物、山登りでもするみたいな。あ、いや、ちょっとな。つかお前、いい加減その小学生みたいな呼びかけやめろ。俺はちょっと今から出かけっから。そうそう、山登りだ。悪いけど今日は俺休みってことで頼むわ。くそ、まさか昨日あのまま気を失うとは不覚だった。後頭部打ったのは覚えてるが、目が覚めた病院とか何やってんだ俺は。待ってろ白崎、また何か隠して。あ？その勘の鋭さは半端ねえからな。ほとんどそれだけが取り柄みたいなもんだが、人の悩みとか喜ぶことをすぐに察知しやがる。なんだよ言えよ、水臭いな。ああそうだな。サトシたちをもう巻き込みたくないって言ってたしな。だったら言えねえよ。アイコって女とっ捕まえて天神省にもう一度行く方法を探るなんてよ。天神省と関係あるのか。わ、その反応、やっぱりそうだな。なんでわかった？そりゃさ、リュックからお札とかいろいろ見えてるしさ。Thank you.
あそこは崩壊したんじゃ。まさかまだあるのか。いや、俺らが脱出するとき見た通りだ。あのまま潰れてるだろうよ。まあどの道、もう幸子もいないあの空間にはおまじないも効かないし、行く方法もないけどな。ああ、俺は今からちょっと天輪症のことで調べもんだ。別に危険なことはねえからよ。そうか、だったらいいんだけどさ。何か行動を起こすなら一人でするなよ。ナオミにも話す。こういうのは何も言われない方が辛いんだ。こんなもん聞くのか。知らねえよ。イワシの頭よりはマシだろ。よしき。たまに昔の人みたいなこと言うよな。せえな。でもな、今日はまず学校に連れてくぞ。あ？なんでだよ。だってお前、出席日数足りてないだろ。クオン先生が授業前に朝一で歩行って言ってたんだ。小テストで済むってさ。知らねえよ。ダブろうが何しようが、それどころじゃねえ。そんなにお前が優先するってことは、篠崎も関係あるのか。わっ！まあいいや、学校行って聞いてやる。行くぞ。リュックはとりあえず家の中に入れてっと。おい、サトシ待てて。わかった。いや、いいんだろ、分けよって。ちょ、だから手離せって。サトシ君、岸沼君、おはよう。おはようございます。ああ。たった15分の小テストで単位をつけてあげるんだから頑張ってよね、岸沼君。ああ、ヨシキには説明してあります。大事な用あんのに来てやったんだ。終わったら速攻帰るからな。えらいわ。じゃあ教室行きましょう。ここでいい。テスト持ってきてくれ。よしき、無茶言うなよ。
どころじゃねえんだよ。俺は行かなきゃならねえとこがあんだ。レイグマニアを探し出さねと。篠崎が。レイグマニア、もしかして丹羽愛子さんのことか。ああ、そうだよ。篠崎に何かあったのか。まさか本当に天神症。なんでもっと早く言わないんだよ。お前が聞く耳持たなかったんだろうが、ずる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 引っ張りやがって。愛ちゃんがどうしたの？天神？いや、なんでも。愛ちゃん？そういえば先生って、丹羽？うん。今名前の出た丹羽愛子は私の妹よ、愛ちゃん。先生、その愛子に会いたいんだけどよ。どこに行けば会えるんだ？この時間ならやっぱり学校かしらね。昨日の夜様子がおかしかったんだけど。先生、一緒に住んでるの？ええ。俺と篠崎に会った後か。様子がおかしかったって、どうおかしかったんだよ。私、あなたのこと喋ったかも。他にはねえの？そうね、思い出してきたわ。何か小さな青い石を2個、大事そうに持っていたわ。それだ。あいつ、もう1組持ってやがったんだな。だがこれはチャンスだぜ。先生、愛子は今日も確かに学校に行ったのか？愛ちゃんなら昨日の夜、深刻な顔をしてお家を出ていって、朝まで帰ってこなかったわ。朝ごはんを作って待っていたんだけれど、全部私が食べちゃった。よしき、先にあの石を1人で使われちまったら、篠崎を追う手段がなくなっちまうじゃねえか。よしき、待てよ。先生、ありがとう。よしきは後でまた連れてくるからさ。Thank you.
のみ。天神社あれは確かに鈴本さんだった。私本当にみんなを生き返らせることなんてできるのかしら。こんな真っ暗な廃墟でバックホームシャドウズなんて見つかるの？来るんじゃなかったのかな。
何これ。さっき確か大きなお化けが斧みたいなものを振り回して。私どうして助かったのかしら。気持ち悪いな。これ何なの？以前の天神症にはこんなのなかった。これって何か気持ち悪いものに侵食されてるみたい。篠崎義江の家の地下室で見た呪術の道具と似ているけれど、少し違う。あれよりも随分悪魔的だわ。なんだろう、見ているだけで恐ろしい。
お腹がすいた。先生。何あれ。どうすればいいの、あんなの。うまくいかないの。仕方ない、仕方ない。
番号だ。もしもし。もしもし。もしも。生きてたか。どこですか？なんだっててめえはそう弱えんだ。後悔ばっかりしやがってよ。俺もお前を探してる。そのうち見つかんじゃね？はあ？何そのいい加減な態度。ここは次元が複雑に絡み合った天神小学校なのよ。会おうと思っても会えないかもしれないのに。そうだ。しかも石は俺が。このままじゃお前だけ帰れねえってわけだ。そんなことよりよ、この涅槃の至る所にある悪魔的な記号を見たか？見た気がするけど。あの文字はこの涅槃に潜む何かの力を増幅する。何かって何？文字に意味があるの？細かいことはまだわからねえが、
あれはマルトバの連中が使う黒魔術だ。この学校には何かがいる。気をつけろ。必ずまた合流できるはずだ。そうすりゃこの石でお前も現世に戻れる。ちょっと！気をつけろって、何に気をつければいいのよ！一方的すぎるよ。聖子、元気？よくここでお弁当食べたね。私の時間はずっと止まってるよ。あんたと一緒じゃないと怖くて一歩を踏み出せないよ。もう一度顔が見たい。一度でいいの。あんたのこと忘れるなんて、いや。ナミ！中島さん、ナミ！びっくりした。サトシ、先生。ナミ！私が飛び降りるかもって。ごめんね。しないよそんなこと。驚いたわ。何をしてたんだあんなところで。よく聖子とさ、この柵越えて、ほら、あの排電機の上に寝転がってたの。してたんだ。そうか、勘違いでよかったよ。中島さん、その目どうしたの？これは昨日の夜。見せてみて。呪詛の症状じゃない？先生、霊とか詳しいの？うん、うちの会社がね、そういうものも扱っているの。昨日の夜、どうしたの？携帯で画像を見てたら、
急に目に文字が張り付いたみたいになって。例の写っている画像とかかな？今ある？いえ、もうありません。そう、この世のものじゃない存在が写っている画像は悪い影響を及ぼすから保存とかしちゃダメよ。この世のものじゃない存在か。目薬よ。それと眼帯。不便でもしばらくつけておくといいね。ただの細菌感染だとすぐ治ってくれるはずだよ。ありがとう、先生。中島さん、今日はもう帰った方がいいわ。安静にしていないと余計なものを取り込んでしまうかもしれない。それじゃあ俺、送っていきます。サトシ君は授業があるでしょ。私が送ってくわ。いい？中島さん、一緒にお家に戻ろう。いや、え？いや、うちはいや。どうしたんだ、ナオミ。嫌なの。うちに帰るのだけは嫌。ナオミ。中島さん、あなた家出してきたの？もしかして昨日から？帰ったら怖いんだもの。薬打たれる。わかったわ。じゃあ、うちに行きなさい。お家に連絡だけ入れておくわね。カバン取りに、一度教室に寄りましょう。
じゃあサトシ君、今日も授業頑張るのよ。ナミ、よく休むんだぞ。ヨシキは一人で動こうとするし、篠崎も心を痛めていた。ナオミもやはり苦しんでる。このままじゃみんな心が潰れてしまう。なんとかしなくては。ごめん先生。よしき、待ってろ。三輪愛子さんに話を聞くために東照学園に行ったに違いない。